はい、こんにちは。こんにちは。久々のミミックの YouTube 更新ということで、ここからかなり長い間になるかもしれないですけど、連続の企画というところで、ちょっとお送りしていきたいかなと思います。はい。ということで、あの時の雑誌連載から、浦原宿の歴史を探るというような企画になりますと。第1回目 HFA って書いてあるんだけど、浦原宿のルーツを探っていく上で、雑誌の連載っていうのは外せないよねっていうところで、なんで雑誌の連載なのっていうところでいくと、浦原宿を知る数少ない手がかりだったっていうところで、当時、特集とかでまだ浦原宿みたいなものが紹介されていない時、僕たちはみんな雑誌の1ページとか2ページとかそういうような雑誌の連載を見て、情報を得て、いろいろ探し回ったっていうのがあって、ただそれが断片的には今ネットとかで見れたりとかすることもあるんだけど、なかなかちゃんと連続して見ることができないよねっていうところで、ちょっとまとめていきたいかなと思っています。早速時代背景っていうところで、90年代の連載っていうところで90年代に絞ってますと。で、この前に、80年代にもラストオージーっていうものがありました。で、これは藤原宏さんと高木寛さんがやっていたんですけど、今回ちょっと90年代に絞ってますと。で、実際 HFA っていうものが89年の終わりぐらいに始まってきて、95年まで続いてって、で、その後ラストオージー2とか、バックトゥカオスとか、そういうね、いろいろな連載が続いてきて、実90年としてずっとこういうような連載っていうのは行われてきたっていう形になるんですけど、今日はまず HFA っていうところで、一番最初に HFA から紹介していきたいなと思ってますと。で、そもそも HFA って何なのっていうところなんだけど、そもそもキューティーで連載をしていた、ひろしさんのものに、ひろしさんの連載企画になります。で、キューティーってレディースの雑誌だったんだけど、僕らはみんな、こういうキューティーとかのこの連載ページを見て、こういうものがあるんだ、みたいなのを知ったっていうところで、ジフレっていうところを、まずピックアップしていきたいなと思いますと。じゃあ、早速、スタートしたのがこの89年になるんだけど、89年の下半期っていうところで、3ヶ月だけ89年やっていますと。で、世の中的にはアメカジと呼ばれるような時代、全盛の時代になっていて、この3回やっています。で、今回に関していくと、一発目の連載の企画っていうのをちょっとピックアップして紹介していきたいなと思います。詳しい文字はここから読んでいただければっていう感じになるんですけど、基本的にはアミパンツの紹介をしていますと。で、ロンドンから帰ってきたばかりで、メジャーボスのことであるとか、ロンドンで何が流行ってますかみたいなことであるとか、で、アナーキックみたいなことを言っているっていう回になるんだけど、ここでちょっと気になるものをいくつかピックアップしてくるっていう形で、今日紹介していきますと。はい。で、一発目がこのハンパタケの軍パンっていうところで、ヒロシさんが履いて、下のブツ取りはフルレングスのものになるんだけど、履いているのはこの軍パンっていうところで、これについてですね、下にマット・ヘンズリーが映ってるんだけど、これでも、物撮りはあれじゃない？もうすでに切って、ロールアップしてるんじゃない？これ多分あれじゃこないですれ、か。もともと、こう、絞れるようになってるんですよ、これ、裾が。ベロクロで。ああ、そうだよね。もう、だそう。から短で、そいれよ。と、あ、そう、それと、そうなってないフルレングスのがあったと思うんですけど、ひろしさんは多分、ベロクロで縛れる、ショーツよりちょい長丈みたいなのをここで履いてるっていうことだと思うんですね。流行予定情報連載だったんだね。
そうですよね。流行予定情報、これから流行するであろうと、まあ、いや、もともとあれですもんね、藤原宏さんってあのミルクの大川さんにこうそのおしゃれさをピックアップされて、なんかおしゃれコンテストとかで優勝してみたいなの経歴ありましたよね。うん、ロンドンマイとかなんかのね。ですよね。だからなんかしかもこれあれだよね、流行予想じゃなくて予定だから結構角度高いみたいなね。だもう当時からやっぱ信頼が高かった、かなり角度高い感じ。もうここはもうすでにもうあのラストオージー1の時代からもう紹介すれば流行るってある程度確信めいたものがあるんじゃないかみたいな、ね、うん、そうだ。だからまだこの89年っていうのは多分マイブームっていう言葉すらなかったところだと思うから、マイブーム連載なわけでしょ。 そうです、それもまあいち早くあのやってるわけで、うん、それ相当説得力とかこう自信がないとなかなかこんなね、しかも女性ファッション誌、ファッション誌でね、一応全国紙だったわけでしょ。そうですね、なかなか言えない。そこにまあルーツがマット・ヘンズリーと思われるネタのパンツを紹介してくるっていう話ですもんね。うん、そうだから、あ、そうですよね。一応なんかその調べたら、まあそのヘンズリーが出てきたのがその H ストリートのフォーカスポーカスっていうビデオで、それが89年っていうことだったんで、うん、まあちょっとその時代、まあ、ちょっとこのヘンズリーのこの、ショートパンツの写真はもうちょい後のかもしれないですけど、まあ、だし、まあ、普通の、あのカーゴショーツだからね、まあ、その通常のフルレングスをぶった切ってる仕様にはなってるけどね。右の方がカットオフ、うん、左は元ショーツでもうちょっと後なの。そうですね、まあ、なんかヘンズリーってそのまあ、ショーツを買った、ロング丈 そのやつをカットオフして履いてたっていうのと、まあ、エアウォークとかもハイカットの、部分をこうハサミで切ってローカットにしたりとか、うん、ちょっとなんかカスタムファッションみたいなのしてたんですけど、まあまあ、このカットオフのやつっていうのは、まあ、ちょっとそのショーツよりかは若干長かったりとかして、この微妙な丈が良かったんだと思うんですけど、まあ、広瀬さんは表現してるのはちょっとそのベロクロがついてるものなんで、うん、あれかもしれないですけど、まあ、ちょっとその半端丈、ね、そうですね、半端丈っていうところで言うと、うん、まあ、もしかしたらそのアイデアソースになってたのかもしれない、うん、そうだね。なんか個人的にはこの半端丈分が何スケートでいうところのニーパッド分だって俺は認識してるんだけど、なるほどなるほど、スポーツ履いてんだけどニーパッドつけてるから左の部分までなんかこう洋服があるような形に見える時あるじゃん。はいはい、この形にすげえ似てるんだよね。このあ、確かにそうです、ね、でなんかそのまあ、広瀬さんもこれな、なんかデルタフォースかなんかこうちょっとバッシュっぽいの入っていて、うん、まあ、ヘンズリーもなんでしょう、こうエアウォー、まあ、エアウォークはちょっとバッシュとは違うかもしれないですけど、そのなんでしょう、同じハイカットで割とゴツめのゴツめのボリュームからミドルカットぐらいの、はいはい、シューズを履いてるっていうバランスがかなり近い感じはするよね。こう比べてみるとね、そうですね、はい、でまあ、この後90、まあ、ちょっと後の話になっちゃうんですけど、まあ、この後にも広瀬さんショートパンツにロンティーって格好で出てくるんですけど、まあ、それとはちょっと、このヘンズリー、まあ、これヘンズリーこれロンティーだと思うんですよね、この左のやつ、うん、ロンティーじゃん、うん、ですよね。なんかそれちょっとなんかこう似てるなって思ったりもしたんですよね、その後出てくるやつ。そうだね、まあ、藤原広瀬さんとはちょっと離れるけど、そのヘンズリーの日本でのなんていうのかな、支持率というか、はいはい、はやっぱりすごいちょっとレベル違いというか、そうですよね、うん、だその前が多分キャバレロとかその辺だったんだろうけど、そうですね、ボンズブリゲードの人たち、そう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 、そう、やっぱりちょっとあの辺の人たちってやっぱちょっと着こな、まあゲレロは別としてやっぱちょっとなんかこうスポーツっぽいテイストがまだ残ってる、うん、スケートファッションだと思うんですけど、もうヘンズリーになるともう完全ちょっとなんかもうなんでしょ う, こ う, もう
普段着で滑ってるよう な、うん、なんか感じ、まあ、だからストリートファッションっていうのが、そうストリートファッションそうです、完全にそっちのベースにはなってるよね。そうだからなんかこうカットオフにしたりとか、あのチェーンウォレットをつけたりとかっていう、うん、その装飾のディテールをちょっと見てみると、やっぱりどっちかっていうとそういうロンドンとかのそのパンクファッション流れというかね、そういうところが、ね、あのちょっと見え隠れするっていうような感じがめちゃめちゃするのよね、ヘンリーの場合はね。だからまあ、ヘッダリヒルさんの方もタイニーパンクス時からもうなんかロンドンベースというかファッションにしても、そうですよね、UK にしてもね、だからその辺でこう計らずもこうクロスオーバーしてるような感じはするけどね、はい、まさにあの富山さんがおっしゃるところで、そのヘンズリーってやっぱそのアメリカのスケート、まあ、アメリカベース の、 そのまあファッションとかも全部そのアメリカ、どっちかというとしかも西海岸みたいなとこあったと思うんですけど、ヘンズリーそこにちょっと UK のエッセンスを持ち込んで、例えばあの、モッズ の、 あの、うん、ベスパーとか、そういう、そうですね、とか、あと、まあ、そういうミリタリーものを取り入れるっていうのも、なんかちょっと UK のエッセンスみたい で、 で、それをやっぱそのアメリカのスケートシーンに持ち込んだっていうところで、その滑り以外にもそのファッションでの功績みたいのは、すごく評価されてるってところ。うん、まさに富山さんがおっしゃるその UK っていうところは2人とも一緒なのかなっていう。そうだから なんかスケートボーダーっていうフィルターというかがかかるとちょうどよくカジュアルになるというか、その時代的にもまあパンク期はもうとっくに過ぎててなんだけど、おそらく通過はしてると思うから、そこら辺が浮き出てくるのは興味深いという。あと、そうです、ヘンリーの場合顔面がもう UK 顔してるから、確かにそうなんですよね。なんかあの なんでしょう、お金でも似合うんだよね、やっぱり。そうなんですよね、特にこの金髪の坊主って、あので、この頭の形とベリーショートのこの髪型とかも、もうちょっとあのスキンズとか、そうなんですよ、そうなんですよね、ベールヘッドとかモッツとかのイメージにつながるしね。そうなんですよね。で次ロンドンではストリートナイキが流行ってたっていうような、まあ、話をしていて、まあ、日本と同じだよねみたいなことを書いてあるっていう形ですと、うん、でも89年なんでこの時ニューヨークとかっていうよりかみんなロンドンの方目を向いてるっていうのは、あこの時代の特徴だったりするのかなっていうところですね。でもストリートナイキだよねって言って日本と一緒って言ってるけどさ、これ全然メインストリームじゃないからね。まあ、確かにこのクライマー本当ですよね。もう超アンダーグラウンドストリートシーンではっていう話だから、ネブカジだチーマーだそうですねっていう時代ですから、かなり感度の高い人たちの中でとのことだからね。80年代後半でこの後出てくるけどさ、こういうまあちょっとデルタフォースっぽい、うん、はいはいはい、だナノデルタフォースなのかフォース2なのかとか、ちょっとまあこのディティール、まあこれみんなそうだと思うけど、この写真見てこれなんだろうみたいな、こうあのこれ何なの結局わかんないですよ。なんかこのシーレースのプラスチックの具合から言うとデルタフォースっぽいね。ええ、そうそう、Dリングでもあの多分フォース2とかも、まあフォース2とデルタフォースの AC がもうほぼそっくりだから見分けつかないみたいな感じ。けどあれですよね、なんか当時バッシュってここの写真あるように白ベースだったのに、なんかヒロシさんたちが選んでたバッシュってこう色がちゃんとなんかついてる、うん、黒とかそのダンクとかだと、やっぱりその運動靴っていう白、運動靴イコール黒、あ白っていうイメージっていうのを多分払拭するためのこうチョイスなんじゃない、うんうん、あの NBA が確か白ベースじゃなきゃいけないんであったかな、決まりでね、はい、決まりで、なんで白が多分多いんだと思うんですよね。あと多分フォース系が出てきたのも多分この辺りが多分最初で、でも、うん、まあ一応多分って感じだと思いますね。3のところにフォースってでっかいロゴが入ってるからデルタフォース系と思われる。フォース系ですよね、多分。
フォースケ自体がまだ新しかったんじゃないかな。まあ、4分の3っていうのがそう上にもあるからなんですよね。あ、俺が一番上っぽいんだよね、なんか、うん、このデルタフォース。でもこの一番上の AC って多分ナイキのロゴなんですよね、タンが。ああ、そっか。そう、フォースのロゴじゃないんですよ。かといって、D リングがついてる多分フォース2とかだと、うん、あのこのフォースのロゴじゃないと思うので。うん、まあ、いずれにしてもこの藤原博さんスタイルはとりあえず今この格好で歩いてても全く遜色ないのも恐ろしいけど、そうそう、30年経った今でもこれ後で出てくるけど、この時代の ね, ねあれすごいもんね。そうなんですよ、世の中一般の人たちどうだったかって比べるとよくわかりますよ ね, ね全く遜色ないからね。89年でしょ。何年前だった話だよね。でもやっぱデルタフォースかっけえよな。かっこいい、うん、この色がまたね、タスがねマニアでサンプリングしましたよね、まさに真ん中のとかね。あ、そうなの。はい、あ、この三角の、ね、あ、そう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 、あ、あった。そっか、これなんですね。大ブレイクしたじゃん、タスのね、うん、はい、ということで1回目は振り返っていきましたというところで、次回は2回目3回目ぐらいの連載を取り上げていきたいかなと思います。はい、また次回ありがとうございました。ありがとうございました。